こちら十分潜入に成功。その施設のデータを。これなら閉じる前にダッシュで。十分。気持ちは嬉しいけどあまり気負いすぎないでね。ありがとうシアン。全ては同志パンテーラの御心のままに。お前はいずれ楽園へと至る我らの姿を指をくわえて眺めていろ。今の地形はさすが敵の本拠地、警備が厳重なようだ。ここは上に登っていくしかなさそうね。どこもかしこも罠だらけだ。平気だよ、これくらいの罠、GG って私の力があれば。ボケだらけにすればいいってもんじゃないよね。シオン、残りのミラーピースがここに集まっているってことかもしれない。大丈夫、奪われたシアンの力は絶対に僕が取り戻すよ。十分ありがとう、私も頑張るからね。パンテーラ、来ているようだ。やった。彼に奪われた身が必ず取り戻されている。彼の手にかかり散っていった同志たちのために。君の手を煩わせることはない。彼女を奪わせた。いいけど、これ以上犠牲が出なければならない。足を取られて、あの底に落とされない。気をつけて。土の中だけど、この穴、落ちたらどこに飛んでくるんだろう。落ちないからね。わかってるけど、ちょっと気になっただけだから。エレンはシアンの力を奪って一体何を企んでいるんだ。どうせ奴らのことだから、ろくでもないことに決まっている。暴力者でありながら我らにあだなす廃棄を落とそう。
どうしたら奪ったミラーピース返してもらおうか。あれはシアンのものだ。十分。反響だって力で他者を抑えつけることだ。お前たちが信じる教えだというのならそんな教え背いて当然だ。そうとこの場所に立つ私はベラでお守りパンテーラと。あなたがここに来ることは星の語りかけによって分かっていました。星はおとばしアームドブルーライトニングスピア。あなたを教えてくれます。あなたは同志パンテーラの未来に立つ一辺の鍵。あなたを野放しにしていればいずれこの世界は混沌に満ちることでしょう。無軌道で無秩序を世界の秩序を乱す悪魔、それがあなたなのです。ガンボイト、こんな女の言うことなんて聞いちゃダメ。うん、からのこと、あなたは悪魔なんかじゃない。私はあなたが王冠を買っている終焉の時間。エンテンゴボーン、天使なんだから。おとばしアームドブルーライトニングスピア。妖精は古来ヒーリングボルト。あなたを惑わす妖精こと、この星のためお眠りなさい。ガンボルト、ご覧なさい。星の嘆きを散りなさい。僕が過去お前の言うように悪魔だったとしてもお前たちの行いが正当化されていい理由にはならない。ほとばしアームドブルー。そう、また一人、そしてその先には、今日は何にする？
懐かしい仕掛けだな。スイッチが2つになっていて関係ない。僕の青き雷帝がこじ開ける。同時ロックオンだ。ジーノなら何かの漫画やアニメに例えそうだな。誰それ？いや、なんでもないよ。貫け！レベル4エリアにて侵入者発見。総員出撃だ。同志を守れ。向かってくるなら容赦はできないんだ。
ヘイ、全力で奴を止めろ。やめろ、無駄な戦いはしたくないんだ。どうし、パンテーラ。すみません。あとは任せ。ジブイ、あいつらは敵だよ。もう向かってくるな。命を無駄にするんじゃない。頼まぬことなど承知済み。少しでもお前を消耗させられるなら、それこそが我らポーンの使命。バカな。すべては我らが一緒。振り返らない。来たな、ガンボルト。お前は確か、あのオールドマンか。ここにいるのは俺。行くぞ、ガル。受けろ。そこだ、そのロボットのことか。ほなこち、ガレとクローネと俺のマリア。貴様に敗れる者。何が、コンビネーションなら私とジーヌイだって。受けろ。貴様はかまどの中で焼き上がりを待つ春。斧が豪華にその身をあぶら、やがては焦げ落ちる。受け入れろ、敗北がお前のルセット。戻れ、勝利を気取って。お前のそれはおままごとだ。戦いを遊ぶ者に僕は負けない。おとばし、アームドブルー、バッカイバー。勝利はパティシエの死。おとばし、アームドブルー、ライトニングスピア。だが、まだだ。俺の全てを賭した、ガンボルト。いつ全てが勝利されるは俺だったか。あいつなんだか。それでも先に進む。これはあのロボット使いがいい。ブラジナ、視点の中にあったものを評価する。完成形。奴のセブンス、パペットワイヤーとか言ったか。ヒーリングボルト。大丈夫、いくら強化されていても所詮は意志のない機械。機械なら僕のイカ槌で壊せない通りはない。油断は禁物だよ、気をつけて。ジブ、終われない。
ヒーリングボルト。開発は僕。急に雰囲気が変わったな。ダメだ、自分今も通信ボードにかかってるみたい。ガンボルト、テンジアン魚目遠征、本物のテンジアンの力と記憶をつい、妹の妹ったら、ガイム。そう、血のつながりこそないのに、僕と探偵は同じ時を共に、同じ泥をすすった孤児同士、家族だからこそ、死してなお僕は君の前に立ちはだかっている。妹の望みは僕の望み、無能力者という汚れなき世界をなすために、人に僕その命、我ら兄弟に捧げろ、ガンボルト。お前に守りたい人がいるよ。そんな、僕には僕の守りたい人たちがいる。だから僕は、覚悟はいい、今日か決断。ここで倒れるわけにはいかない。チームほとばし、アームドブルー、ライトニングスピア、終わりだ、一気に。この命を閉じて、絶対実践。はっ、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 お前を連れて行く、剣魂一撃、開けちゃえ。私が守る。ほどけない、ゴンドル。
あなたが無事で。シオン、君が助けてくれたのか。やっぱり違法テッサよっ、ネセオさんたちのホームまで取ってくるとか、もうどんだけ粘着なんすか。おお、怖っ。何を言っても無駄だ、テセオ。お前の言葉で僕の心は揺るがない。揺るぐとか揺るがないとか、ネセオさんです。遠心攻撃のつもりはないんですけど。だってテセオさん普通に激振りよっからよっ、オリジナルのテセオさんは負けちゃったみたいですけど、あんなのきっと間違い。もう一度やればきっとテセオさんの圧倒のはずなんですけど。EV はこれならどうした。あなたになんか負けない。だよね、EV。もう僕を待たないよろしや、僕を待つ人たちのためにも。あ、お、うた。あ、アームドブルーだけに吸って、そのお顔をテセオさんがボッコボッコのマスターブルーにしてやんよ。インプレズナブルフォートレス、こっちからの集中砲火。まだ行きますよ。ガンボルト、この国は乾燥して、ま、そうも言ってられん。すべては海と俺の命は泡と決めちまった。俺には仲間がいてくれる。あいつらが海洋保全の心を忘れずにいてくれさえすりゃ俺に悔いは。まあもちろん世界中の海がきれいになるのが一番だ。だがガンボルト、お前さんが俺の仲間たちに手出そうと、俺はこの力を使ってあんたを叩きのめす。こちらのセリフだ。お前たちエレンの無関係な人々に手を出させ、シアンから奪った力を返すというのだ。僕に立つ。僕ずと消えない。アクアアバタール。戦う理由はない。無関係なんて奴はいねえ。
文明通を遂に下に切った人はその気がなくとも自然を戻す。結局人は自分を制御なんてできない。だから優秀な奴が管理するか。あなたが来ましたか。頑張る。パンテラ試合。それはできません。ミラーピースなんかつく。覚えていますか。サイバーディーバの精神艦、私はあなたが阻止したあの件。能力者。いいえ、あなたは知っているはずです。彼女の歌と全ての能力者、より強き力を得た能力者たち。この平和な国、能力者と無能力者、これは私たちの生存戦略。今ひとたび今さらそんな姿でふざけているのか。ボーリンだ。この姿で君と戦ったことはなかったから。まずはこの姿で力の差しといったところかしら。ここだね。オーバー。ジェンダー、ここまで無駄にした。たまらない。あの時兄上が使ったレプリカとは違う。私の宝剣はスメラギ製のオリジナル。オーバー。ミラーピースにフェアリーテールに頼らずに君をほぐすくらいの力はあると。あの変身アイテムのことか。美しい。そうだと思う。ミラーピースに封じたサイバーディーバの力も。ジェンダー、模造宝剣の負担減少を補い、宝剣以上の性能を実現したゼータスイッチ。それがフェアリーテイル。すべて君の愛する妖精さんのおかげ。あなたたちには深く深く愛を込めて感謝。ここだね。試合の力を玩具のようにして、お前たちは絶対に許さない。ほとばしい愛だ。アムドブルー、映す鏡ごとその虚飾を割り、めくるめく愛の宴。ファンタズマゴリラ、いざ砕け庭へ行くぞ。マドリラさん、行くぞ。マドリラさん。感じなさい。終われない。終わりなき愛よ。乱れ構える。ヒーリングボルト、我が愛よ。オーバー。ジェンダー、ここよ。愛は散りゆく。この奥から感じる私と同じ力の波動。それだけじゃなく、気をつけて GV、 罠があるかも。やはりあなたをお相手するのに。何、危険の時と同じです。あなたからサイバーディーバを引き剥がす。GV、 ためらわないで。今のあなたならきっと一人で戦える。歌はあなたの中にある。見せましょう、ガンバルト。Thank you.
聞かせてくれ。していたのかもしれないな。だけどサイバーディーバ、彼女と心を通わせていない。私たちの楽園が、お兄様、どうして僕はまた…ミチルから離れろ、化け物！アキュラ…生きていたのか、けれど…彼女はもう…なんだと…
まだ貴様ら能力者がいるから争いが起きる。無関係なミチルまでも、なぜあいつが死ななければならなかった。俺は許さん。貴様ら化け物ども、神へ祈る間もなくここで死ね。ガンボルト